リビさん、どうもお世話になります。速稼塾の久保です。前回もライブありがとうございました。ただね、私ちょっとね、これ忘れてたんじゃないかなってことがあるんですよ。それはキャンペーンのことなんですが、キャンペーンの紹介私してなかったですよね。ということなんで、ちょっと急遽ですけどもね、キャンペーン、もっともっとリビさんのプールに委任していただけるようにキャンペーンを展開しようと思うんですけども、これは特にライブでなくてもいいです。ライブの事後を連絡としてですね、例えば1週間の募集期間を設けて、毎日私がリピシャンのステーキングプールに運営する、委任するための取り次ぎをさせていただこうかなと思いますけども、いかがですかね。今委任をするとこうなりますよみたいなのね、やっていってもいいかなと思います。ちょっと私ね、今振り返って、あれ、そういえばキャンペーンの紹介したかなと思っちゃったんで、この動画にさせていただいてますけども、ちょっとどうだったかなと思いますね。でもしね、キャンペーンの話どっかでしてるようでしたら、これは念を押す意味でキャンペーンあと何日で締め切りますよみたいな告知をしてもいいかと思いますけども、リピさんのお考えも聞かせてください。それでは次回のライブもよろしくお願いします。夏のステーキングライブね、これをどっかでやりましょうね。7月なり8月なり、7月がいいですかね。あ、ちなみに7月の25日って、あれですよ、ペイペイスーパー祭りみたいなやつがありますね。決済手段でペイペイってあるじゃないですか。私も使ってるんですけども、あれがね、7月の25日最大 37% オフになるそうなんですよ。だから7月になったらね、少しずつ欲しいものをリストアップしといて、そのペイペイ祭りの時にね、ドカーンと10万円ぐらい購入しようかと思うんですけどね。10万円っていうのがドカンかどうか分かんないですけど、私としては1日で10万円のね、買い物するっていうのはないわけではないか、ちょっと7月25日私ちょっとね、いろいろ頼もうかと思って今からワクワクしてますね。無駄遣いにならないように気をつけながら、そしてその頃にはステーキングもあと何回もね、積み上がってると思いますので、いやー楽しみですね。それではこれからもよろしくお願いします。